はい、こんにちは、坂井です。今日はそうですね、カッティングの練習どうやってするかという、僕が、20代、特に仕事を始めてから、ファンクバンドっていうかね、そんなような R&B バンドみたいなところに入ってる時、毎日毎日、一つのコードでずっと1時間も2時間もカッティングをする練習をしてました。で、今日一番いいのは もちろんメトロノームをね、いつも用意して、なんだろうな、テンポ80とかね、90とか100よりちょっと遅いテンポですごくグルーブを出す練習みたいなやったんですけど、まあこのぐらいかな。で、カッティング練習するときにみんな、なんだろう、フォークギターじゃないの。なので、こうジャ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 というよりも、このね、素早さ、手首のね、こういう練習をしてください。こっちをミュートして、でダウンピッキングとアップピッキングがイーブン、同じぐらい音量もね変わらないように、でタッタッタッ、これで少しずつ速くするんですよね。音を出さないで一番初めこうやって触って、いつもテンポを上げます。さっきこのぐらいだとだいぶ早いですけど、それに1エンダ、2エンダ、3エンダ、4エンダ、1エンダ、2エンダ、3エンダ、4エンダ、1エンダ、日本だと1と2と3と4と言いづらいね、1エンダ、2エンダ、3エンダ、特に16ビート系。最近はもうね、もう20年ぐらい、もしかすると25年ぐらいかな、32音符系の羽系のね、16はタカタタカタタカタカ、サネをタカタタカタタカタの中抜きのタウカタウカタウカタカタウカタ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 クドクタクドクドク、これはい、常にこのチャカポコ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 で、グルーブみんなよく、まず初めはね、ちゃんとイーブンで弾けるようにしてから、どうやってグルーブをさせるかっていうのはいろいろあると思うんですけど、僕は昔ドラムの師匠についていたので、そういうビートをね、3の理論なんてその人は言ってたけど、まろやかになるには、3で歌うっていうのはもうこれ基本ですけどね、16部であってもね、タウト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 タウってやってるとね、なるけど、今これずっと押さえっぱなしで、ワイニンだけ流してる感じの、僕シャララって言ってます。これシャララ系、シャララ言う。こうつなげていく。
と、もっとファンク系なの。一つ一つこっちで切ります。一つずつ裏拍が、まあ、押さえてるとこと押さえてないとこの、まあ、これだとファンク系のカッティングができます。1つの音だけを出して、あと他の指でな、これミュートのテクニックなんですけど、こういうのもこっち側ずっと、あとオクターブ奏法の時も同じです。中指でこうやって、1弦と今これ3弦だけなるようにして、この2弦と5弦と他のね、こっちにはならないようにしてます。だけど今1弦からまあ4弦ぐらいまでって弦をこすってます、弾いてますが、で今こうやって弦が飛ぶぐらいスナップを軽く、思いっきり握り締めないようにしてください。グリップを柔らかく、特にファンク系、ソウル系のとか、こういうカッティングっていうのは柔らかくしてください。あとこう2音ずつ、こういう練習もいいですね。こうやってるけど、ここは鳴らないようにします。この2弦と3弦だけをこう押さえて、これもなかなか難しいんですけど、1弦と4弦は弾かない。これ昔僕ね、その22ぐらい、すごいこればっか練習してて、シックってバンドがあったね、あれで、これも例えば3弦と4弦だけ、おなかなか難しい。でシングルノート、オクターブ、あとジョージ・ベンスンとかのファ、5度とオクターブ、他の音はミュートしてちゃんとここで人差し指でね、5弦を触って、小指は第一関節ちょっとだけこうやって触って浮かしてる。ちょっと微妙なので、すごい練習しないと初めはできないと思いますけど、毎日1日2時間こればっかやってるとすぐできる。昔はこれこんなこと、今全然あんまりこういう練習しなくても、もう一回身についちゃうとそう忘れないですね。オクターブ奏法もスケールに合わせてね、こういうペンタトニック、例えば Am ペンタトニックを弾きながら、ね、
あのペンタトニックじゃなくなっちゃうけど、なんなんだろう、キュートだけど。細かくね、またあのなんかカッティング特集みたいなやつ、大まかに言うとこのこういうことがねできると、いろんな曲の中でね、あのしなんていうのかな、こうこういうシャラララポップな爽やかなね、こういうのもできるし、こういうのもあるけど。レゲエとかスカとかで、一番まあ16位やるときにね、スカとかあのレゲエの関係、特にスカかな、こういうアップ、はじめダウンアップ、本当レゲエは、うん、こっちだけど、うん、ダウンストロークで 裏拍取るのがレゲエな、まあレゲエとしたらグルーヴ、そっちの方が近いけどね、こっちの方がねかっこいいけど、まあ、こうやって弾いてもいいです。どっちでもできるようにしておいてください。あと トリプレット、タカタタカ、あのあのゆっくりなやつで、こういうのはあるけど、それはじめシャララシャララで、であとはちょっとずつちゃんとだ、これやるともうちょっとファンクなやつね。でこれ伸ばしたり、いろんなとこアクセントつけると、お、ね、センターとかこの、僕はハーフトーン好きなんだけど、実際弾くときこれでもあの綺麗に聞こえすぎちゃって、あんまりバランスあれなんで、重きしフロントでしっかり出して練習するといいかなと思います。あと速いやつね、100な、何、まあ、これでもちゃんと16で、止めないで、みんな息止めちゃうんだよ。息止めちゃうとあんまりね、ずっと続けてられないので、自然呼吸でちゃんとしてて、早いやつね。昔の井上さん、あの太陽に吠えるとか、みんなこうね、あれどこの、どうだい、あれというカッティングはね、オクターブ層いっぱい出てきますので、あとバングルスみたいにあのこういうカッティングがあるね、同じです。いつもこう柔らかく、ウクレレレを
ギターの人もウクレレとか弾くとね、手首が柔らかくなっていいですよ。ウクレレはもう本当にここはね、柔らかくないとね、なかなかね、できないので。入るのができないといけないので出て練習これもだからだ全部だうんうんあんうんうんオルタネイトの時にアクセント全部かくばダンアップ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 ダンこれ早く始めからやっちゃダメですゆっくりその時に自分でで手首も力抜いてで少しずつ速くそうすると綺麗に綺麗な音が出ますメトロノームでやってください練習いっぱいやりました。まあちょっといろいろテクニックいろいろかいつまんでいっぱいやってますが、こんなことを楽しみながら曲をね、じゃあ今日はこういうシャララな曲をメジャー、僕はシャララ系はこう メジャーが綺麗だなと思うので、これね、ジェントル優しいやつとかね。こういうやつとかこういう柔らかく手首を柔らかく、はい、ということで今日はカッティング、酒井がカッティングするとこんな感じかな。何もっていうのもいいね。だって。ルンバーではないけどね。だったらだった。このタカタタタカタタのをずっと。ずっと続けるのは難しいけどね、一瞬だけ。だってけどだ。これもいいんじゃない？こういう練習。
ろいろ工夫してやってください。はい、ということで酒井の今日はギター、カッティングテクニックについてでした。またね。